フリーソフトウェアディレクトリとはフリーソフトウェア財団のプロジェクトである。フリーのオペレーティングシステム、とりわけ GNU オペレーティングシステムと Linux で稼働するフリーソフトウェアを一覧化するプロジェクトである。かつてはユネスコとの関係があったが、現在では提携は解消されている。フリーソフトウェアを焦点に当てた他のウェブディレクトリとは異なり、 フリーソフトウェアディレクトリのスタッフは、当ディレクトリに記録されているソフトウェアのライセンスを検証している。同ディレクトリは、フリーソフトウェアの共有に着目した評価資料として利用されている。例えば2002年9月のデータによると、全1550ントリ中、GPL なソフトウェアは1363、LGPL なものは103、BSD、または、 BSD ライクなライセンスのものは32、アーティスティックライセンスなものは29、MIT ライセンスなものは5エントリーとなっている。2009年9月1日までで、ディレクトリには6000パッケージが記録されており、2011年10月に同ディレクトリが新たに更新されて、再び立ち上げられた後、その数は6500にまで膨れ上がっている。 一覧に掲載されているすべてのパッケージは任意のコンピュータ利用者が自由にダウンロード、実行そして共有できる。各エントリーは個別にチェックかつテストされており、そのためこのディレクトリで見つかる任意のプログラムは完全にフリーソフトウェアでありフリーなドキュメントが添付されており、独占的なソフトウェアは一切必要としないことが保証されている。いくつかの科学出版物にて、 同ディレクトリについての批評、または言及がなされている。とりわけ2011年9月以前の同ディレクトリについての重要な批評の中で次のような指摘がある。当該ディレクトリはフリーなオペレーティングシステムで稼働するソフトウェアのみを対象としている。この FSF ユネスコフリーソフトウェアディレクトリというのはまた 共同作業プロジェクトであり、利用者自身がエントリーの入力と更新を行える Web インターフェースを提供している。また同ディレクトリに対する批判的な論評のうち、次のような指摘が上がっている。このディレクトリは様々なテキストベースのメタデータ、例えばある特定のソフトウェア群が依存するコンポーネントの情報などを利用して使用可能なソフトウェアを評価する一方、 それら依存関係の情報はソフトウェアの名称でただ一覧化されているだけで実際にその依存するコンポーネントの販布先の確認やそれを実際に取得するのは利用者自身に任されている。これは残念なことである。他方、ライセンスに関してこのディレクトリの正確性を認める評価もある。2011年9月フリーソフトウェアディレクトリはミディウィッキー並びに セマンティックミディウィッキー拡張を利用するウィキサイトに再編された。その目的はコンテンツをユーザー自身が直接追加、変更できるようにするためである。セマンティックミディウィッキーは人間並びにデータマイニングを処理するプログラムの双方にとって可読性が高くなるよう構成された高度な検索能力と高度な表現能力を機能追加することで 同ディレクトリにセマンティックウェブテクノロジーを提供する役割を担う。このディレクトリの新しいバージョンは、セマンティクスを平易なものとしかつ、それをサポートするよう設計され、同時にフリーソフトウェアの情報を集積するディレクトリと言える。拡張性が高く柔軟なカテゴリ分けのシステムに加え、4万以上のキーワードと40以上のそれぞれ異なる分野の情報があり、 このことが単純検索機能とコード検索機能の双方をより良いものとする。リチャード・ストールマニへのインタビューより引用する。参考役、他方、2009年11月時点では、フリーソフトウェアディレクトリは、ユネスコのフリーオープンソースソフトウェアポータルウェブサイトから直接リンクされていた。ありがとうございます。